クラブ活動を通して中学校生活の様子を紹介する学校自慢放課後編。今回は豊里中学校の男子バレーボール部と被災西中学校の吹奏楽部をお送りします。豊里中学校は学校教育目標を自ら学び仲間との関わりを大切にできる生徒の育成と掲げています。また豊里中学校では子どもたちの自主的な活動により学校生活を充実させようと生徒会が主体となって生徒総会や本部役員会などを開いています。そして今回の学校自慢放課後編で最初に紹介するクラブは豊里中学校男子バレーボール部です。こんにちは、豊里中学校男子バレーボール部監督の片川大輔と申します。この部活の活動方針として横断幕にも掲げてあります主張という言葉を大切にしています。主というのは指導者や保護者、年長者の教えを忠実に守っていくという意味があります。派はそれを自分のものに変えていくという意味があります。そして3文字目の理という言葉には主と派を超えて悟りの境地に至るという意味が含まれています。また部活動を人間づくりの場とも捉えておりまして、バレーボールを学ぶのではなくバレーボールを通していろいろなことを学んでいこうということを大切にしています。年に数回ある合宿でもバレーボールだけではなく自然体験活動も取り入れ、バレーボールが苦手な選手でも活躍できる場を設け、いろいろな場面を通しての人間形成に努めています。この部活の特徴として挙げられますのが、一つはたくさんの人数が所属しているということです。1年生から3年生まで合わせて29名が活動しています。男子バレーボール人気が低迷してはいるんですが、本校ではたくさんの割合の男子生徒が所属してきます。また社会体育活動として校区の小学生から高校生までを週に1回から2回集め、夜間練習も行っています。地域とともに歩む学校づくりの一環として、中学生だけではなく校区のいろんな子どもたちを対象に毎週水曜日と木曜日に夜2時間ほどの活動を行っています。新チームの目標は東海大会、全国大会へという高い目標を掲げています。新チームはまだ始まったばかりですが、できるだけ長く子どもたちとともにコートに立てるようにこれから練習に励んでいきたいと思っています。今後も応援をよろしくお願いします。こんにちは、新チームキャプテンの小林大志郎です。僕たちは毎日1年生9人、2年生11人で計20人で練習しています。僕たちは毎日ベーシックスキルを大切にして練習しています。1本目のプレーであるファーストタッチを大切にしているので、新チーム結成の頃でも引退間近の時期でもパスの基本練習は欠かさず行っています。経験者も多い今年のチームですが、今の時期は派手なプレーの練習ではなく基礎基本の練習だけで1日が終わることが多いです。斬新にもこだわり、一つ一つのプレーの形にこだわって練習を重ねています。斬新とは剣道などで使われる言葉ですが、流れの中でボールに触るのではなく一瞬一瞬の形にこだわり、正しい形、美しい形でボールに触ることを心がけています。また日頃の生活の行動でも同じことが言えるので、日常生活でも大切にしていきたい言葉の一つです。またいろいろなボールさばきに対応できるようになるため、バレーボールだけでなくバスケットボールやテニスボールを使った練習やホームセンターに売っている資材を活用した手作り道具を使って練習も行っています。キャプテンとして声の出る元気で明るいチームにしていきたいと思います。
こんにちは、沢木龍太です。この男子バレー部は1991年に創設しました。卒業生には1990年度卒業のサベット健二さんはリベロとしてサントリーサンバースに所属しています。2007年度から活動方針を主張としてこれまで部活動に取り組んできました。昨年2009年度は県選抜選手も出ています。僕たちは小学校からの経験者も多く、声を出すことの大切さを学んできました。それを中学校でも生かして声でも得点できるようなチームにしていきたいです。全国大会目指して頑張るぞ。うおーおい。被災西中学校は学校教育目標を地域を愛し夢に向かって心豊かにたくましく生きる生徒の育成と掲げています。また被災西中学校では中学3年間を通じての平和・人権学習に取り組んでいて、今年5月には3年生が修学旅行で広島の平和記念公園を訪れました。次に登場するクラブは被災西中学校吹奏楽部です。吹奏楽部顧問の田中です。楽器をやってみたいと興味を持って入部してくる生徒の中には、楽譜を読むこともおぼつかないものがたくさんいます。そんな初心者が初めて楽器を触り、先輩から指導を受けて毎日練習するうちに、昨日まで鳴らなかった音が出せるようになると嬉しい、楽譜が読めるようになるとまた嬉しくなります。同じパートの仲間と音を合わせると、一人では表現できなかったことができるようになって楽しく思えたり、全員で合奏すると自分が曲を形作っている部品としてちゃんと存在していることを実感できて、やりがいを感じることができるようになります。50名近い部員が皆で音を合わせて一つのものを作り上げる気持ちと音を合わせることで、一つの目標に向かって活動していく、仲間が心を許し合ってものを作り上げていく喜びを共有できる、そんな仲間になってほしいと思っています。副顧問を務めております稲垣です。私はこの学校の卒業生であり、この部活の OB です。私が演奏していた楽器が実際に使われている、今も使われているのを見てとても嬉しく感じました。で、この部活の生徒たちは後輩であり生徒であり、その子たちと一緒に部活を毎日できることがとても嬉しいです。吹奏楽を通して団結することの大切さを学んでくれると嬉しいなと思います。私たちは被災西中学校吹奏楽部です。部員数は1年生から3年生合わせて男子11人、女子36人の合わせて47人です。吹奏楽部では珍しく男子の人数が多いこともあり、毎日とても賑やかに活動しています。活動内容は、校外では夏のコンクール、冬のアンサンブルコンテストなどに参加しています。今年の夏のコンクールでの成績は銀賞でした。校内では入学式、中退連壮行会などの入退場曲を演奏しています。そして一番メインとなる演奏はグリーン祭文化の部での演奏です。グリーン祭文化の部では演奏だけでなく劇や踊りも部員で行い、毎年とても盛り上がるステージになります。私たち3年生はこのグリーン祭文化の部で引退します。
楽しく賑やかな部活に来られなくなることは寂しいですが、私たちは受験に向けても頑張らないといけないので、頼れる後輩たちにバトンを渡そうと思います。最後のステージが最高のステージになるように、3年生はもちろん 1,2 年生も一緒に頑張りたいと思います。私の目標は聴いてくれている人たちの心にまで響くような演奏をすることです。そのためには一人一人がいい音を出すことが大切だと思います。私たちは音があまり綺麗じゃなかったり小さかったりと、それぞれに直したいところが次々と出てきてしまうので、毎日練習で少しでもいい音に近づけるように頑張っています。でもいい音に近づけてもみんながバラバラだと意味がないので、合わせるときには自分の音だけでなく周りの音もちゃんと聞いたり、先生の指揮をしっかり見たりして気持ちを一つにできるように頑張っています。そういうふうに頑張れば本番でのお客さんの拍手で帰ってくるので、とてもやりがいがあります。グリーン祭では曲に合わせてお客さんが手拍子をしてくれることもあって、その時は私の目標の心にまで響くような演奏が達成できた感じがしてとても嬉しかったです。私はこの部活に誇りを持っています。僕の音楽に対しての目標は音に個性を持たせることです。音楽は一つ一つの音でできていますが、音楽を一つ一つの音の塊として捉えると面白みがないので、一つ一つの音に個性を持たせることを心がけて日頃から練習しています。だけど個性が強すぎてもいけないので、それのバランスを取ることがこの部活ならではの難しさだと思います。日々新鮮な音色を皆さんに届けるために僕は頑張っています。さらに久西中学校ではもうすぐ文化祭があり、これは3年生最後の舞台なので、3年生として頑張りたいです。